はい、どうもしです、今日もクラッシュロワイヤルの動画上げていきたいと思います。皆さんお久しぶりです。シーズン終わって、今日がそうですね、新シーズン初めての解説動画になるんですけど、グラチャレ12勝したので、リプレイ解説やっていきたいと思います。ですね、ずっとそうですね、結構自分はイリゴレデッキ、このデッキでグラチャレ制したんですけど、ロイジャイデッキ結構使ってまして、その2日目使ってみて、負けた試合もあったんですけど、ちょっとやっぱり最高10勝しかできなくて、12勝できませんでした。それでちょっと気分変えて、イリゴレのこのデッキですね、変えたところ12勝したので、そのリプレイ解説になります。シンプルに強いデッキです。基本的に相手も嫌がるデッキで、全然このモンクの枠をアイスピだったりエルスピに入れても構わないんですけど、やっぱりグラチャレなので、モンクの、そうですね、ちょっと強さを実感しながら使ってました。はい、じゃあ早速リプレイ解説やっていきたいと思います。そうですね、最初はラバーホリーデッキになります。相手も3桁で、もうかなりの猛者ですね。ただ5ヤナメではなかったので、こっちとしては逆に良かったですね。これが5ヤナメだったら、もう正直もう負けてます。基本的にこのデッキはやっぱ細かい系には弱いので、ちょっとそこが弱点ですね、どちらかというと。でこれそうですね、ちょっとエリゴレがなかったので、もう同サイドを合わせるしかなかったです。そうですね、このトルネードフェニックスも処理できたので、はい、かなり悪くはないと思います。正直やっぱり2倍タイムまではもうあんまり動かないようにはしてますね。そこは結構他のエリゴレデッキ、その 2.6 エリゴレデッキだったり、その 3.0 の文句がアイスピ、エルスピバージョンも同様なんですけど、基本的にこの文句型も2倍タイムまでは動かないようにといった感じですね。よっぽど相手が何かしらゴレとかラバ出してきたり、すごいエリアド取ってたら話は別なんですけど、基本的にはこのように待った方が無難かなと思います。エリゴレデッキはやっぱりちょっとミスると、もうそこでカウンター食らって、もうそこで試合終了してしまうので、やっぱり攻める前はもう慎重に慎重にやっていった方がいいと思います。こっからなんですけど、そうです、ちょっとこのスキル打たれるだけでかなりしんどかったですね。ちょっとヒーラーが死んじゃったので。でこれはですね、正直フェニックスがあったのでホバリングだけ処理できればなと思ったんですけど、はい、相手のフェニックスが反応しちゃいましたね。これはちょっとすごい最悪でした。で焦って文句出して、スキル打って、それで反射でホバリング砲だけ処理できたんですけど、これが強かったですね。これもう文句じゃなかったらもうキング折られてたと思うので、もうホバリング砲が永遠に生きて、で気づいたらもう相手のキングタワーが230なので、もうほぼほぼ勝ちです。見てもらったら分かる通り、相手はもうライドラに対してはもう何もできないので、このようにフェニックスがもう相手のライ、自分のライドラに到着しない限りは突破はできないですし、でもちろんホバリング砲はもうこっちはすごい警戒してるので、もう基本的にそうですね、もう無理やり攻めても、もう相手としてはもうゴリ押しが効かない状況ですね。最悪トルネード使えば全然守れるので、そうですね、もうちょっと完封は絶対に無理なので、もうこれではい GG といった感じですね。
基本的にやっぱり上の方行くとどうしても相性良くてもやっぱり競っちゃいます。はい、相手も多少上手いので、まあ、そこはしょうがないのかなといった感じですね。次はディガポイのデッキになるんですかね。まあ、このデッキはそうですね、基本的に上手い人が使ったらより強くなるデッキです。あんまりその知識なかったり下手な人が使うと正直あんまり強くないですね。もう8000プレイヤーが使ったらもうすごく化けるデッキかなと思ってます。まあ、このアイスピンも上手いですね。はい、ちゃんと文句を延命させて、まあ延命させてっていうか、まあ蘇生させて、こっちはそうですね、ちょっとエリゴリ組んだ以上はもう古虫して形組まないといけないんですけど、もう相手のいいように防衛されましたね。これはまあ正直ちょっとこれはですね、状況的にはかなりしんどいんですけど、まあ、ただ相手はこれ文句ディガーまで追加しちゃったので、この結構アドバンテージは大きかったなと思います。まあ、ここでスキル打って、まあ、ただちょっとアイスピーがすごいいい働きしてるので、なかなかダメージ、まあ大ダメージにはつながらないかなといった感じですね。うん、もうこっからになると、まあ左のタワーは捨てですね。もうこれ文句とディガー出してくれたおかげで、こっちとしてはもうかなり美味しかったと思います。で、しっかり文句のスキルも使って跳ね返して、もう無理やり突破といった感じですね。もうこれポイズン打っても正直相手は守れないですね。もう攻めに使っちゃってるんで。ここちょっと自分ビビっちゃって後ろから展開しちゃいましたね。これよくよく見たらもうあの状態だったら体出しエリゴレ出してもよかったのかなと思うんですけど、まあそうですね、ちょっと正直こうなるともう相手はディガーでコツコツ削るしか、まあ、ないんですけど、もうこっちはもう見ての通りこっからもう肩出しするだけで勝てます。これはちょっとフェニックスだからこそできることですね。これ他のデッキだったらちょっとやらない方がいいです。まあ、なぜかというとフェニックスはやっぱり生き残って、しかもこのように死んだ時にちょっと細かい系を飛ばしてくれるので、もうこれだけでいいです。はい、もう相手はもう守ることに精一杯で、しかも見てもらったら分かる通りアドバンテージも取られないんですね。もうフェニックスがもう無限に生き返っちゃって、でそれでもうこういう状況になっちゃいますね。まあやっぱりその稼働出しできるメリットがもうこの状況にあったので、もうボムタワーがあってもエリゴレエリゴレミラー出せばもう普通に通るといった感じですね。はい、じゃあ次は、エリゴレ対決になります。基本的に自分がエリゴレ対決で負けるときはもう手札にエリゴレが、自分の手札にエリゴレがなくて相手の手札にエリゴレがあって先に仕掛けられることですね。まあ、それ以外にまあこういう同じ状況だったらもう基本的には負けないです。
これ、10勝目かそのあたりなんですけど、まあ、そうですね、基本的にもうこうなっちゃうともう自分勝ちます。もうどこで延命するかをもう熟知してるので、もう正直こうなった以上はもうどうしようもできないですね。しかも相手のライドラー死んじゃったので、もうこれでもう試合終了かなといった感じになります。まあ、相手ちょっと文句のスキル打っちゃってるんですけど、まあ意味ないですね、もう基本的に。ライドラーいないので、もう相手からしたらもうどう頑張っても無理ですね。レイジ打ったとしてもライドラの感電でやっぱり攻撃速度も遅くなりますし、まあ、そうなっちゃうともう相手がどんだけ、まあ、モハメドライト選手であろうが、もうこの状況になったらもう絶対勝てないです。はい、っていった感じですね。同じ状況だったらもう基本的にもうエリゴリ対決はもうそうですね、もう前回の動画で言ったと思うんですけど、10回あればもう9回勝てます。で最後なんですけど、12勝目の、はい、こちらですね、スケラデッキになります。もうモンクとフェニックス入ってるスケラデッキなんですけど、多分このスケラが結構環境的に来そうなのかなといった感じですね。まあ、エリゴルデッキは基本的に遅延スケラの方が結構嫌なんですけど、まあ、シンプルに相手が上手かったら普通に負けます。やっぱりアイスウィザードとベビードラのその範囲攻撃で結構そのエリゴレの後衛がやられたりするので、今回の、相手に限っては、まあザッピーとかもいるんですけど、範囲モンスターがまあ全然少ないので、まあそれで前こっちが相性有利に取れるのかなといった感じになります。からは基本的に、まあ自分はまあ墓石置かれてもあんまり動くことないですね。まあ、モンクとかフェニックスとかそういったモンスターが来たらまあ動くって感じですね。基本的にはもう状況はすごいいいんですけど、まあ相手がうまいせいかなかなか攻めのチャンスがまあ作れないですね。正直この攻めも正直あんまり通ると自分思ってなかったんですけど、まあ、2倍タイムになったらまあ攻めますね、基本的に。ちょっと正直このヒーラーいらなかったですね。それだったらまあトルネ打った方がまあ合理的かなといった感じなんですけど、でしかもこのフェニックスが生き残ってしまって、もうもうほぼほぼ GG ですね。もうこの時点になると結構まずいんですけど、で相手がうまかったのはここですね。もうここでポイズンかけて、そっからまず結構そうですね、平気で守ってくるので、まあ、このように自分が攻めたとしても、はい、もう守ってきます。正直もうこれで終わりかなと思ったんですけど、まあさすがですね。はい、自分も今のは絶対もう勝ったと思ったんですけど、さすがですね。でここはまあライドラだけで、はい、許容しました。まあ、ライドラだけだったらタワーは半壊するんですけど、一応耐えれます。
あとここですね、ここをしっかり守れば自分の勝ちです。まあもうトルネモを構えてたんですけど、まあいらなかったですね。はい、まあもう完全にビビってましたね、もう最後の自分のトルネは。まあ落とされたらもう終わりっていう状況なので、まあなんですけど、まあ勝てたので、はい、良かったです。はい、っていった感じの動画になります。そうですね、基本的にまあこのデッキが、まあ自分は正直アイスピだったり、あ、ごめんなさい、ヒースピだったりエレスピの方がすごい得意なんですけど、まあシンプルに相手からしたら文句入ってる方がまあ嫌そうな感じはしますね。結構呪文とかファイアボールとかだったら結構相手がその文句警戒して打ってこなかったりとかしたので、まあ結構いるだけでまあお得といった感じになります。まあ、なのでぜひ皆さんも使ってみてください。はい、今日の動画は以上になります。そうですね、またちょっとトロフィー、まあ、こちらのトロフィーと、まあ、リーグの方ですね、まあ、またやっていきたいと思うので、そちらの方も、動画上げていきたいと思うので、ご視聴の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。